え皆さんこんばんは、えーっと、後ろに映っているのはえ見えてるけど実態はありませんので背後例ですいや、気にしないようにしてください、えー、っと先日の日曜日は、えー、っと朝早くから、えつ、ー、かけしさん、上田市塩尻のくつかけ静雄さんにお邪魔して、えー、大吟醸の絞りですね、3月の1日の日曜日、朝寒い中から、えー、っと絞りを見学させていただきました。 えーと袋にこうもろみを、えー、吊るしてこその袋のとこからポタ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 ,ポタってこうお酒が落ちてくるんですね、えー、最初はその白いんですけど、えー、途中から本当に無色透明の透き通ったお酒になるんですねあれがすごい不思議だなと思うんですよね、えー、袋のの中から出てくるものは みんな同じなんだろうけど多分あの袋の中にこのもろみの酒かすっていうやつの中をこうあの袋の中からこう通って出てくるときにそのこされて出てくるようになっちゃうんですよねえー、もろみを飲ませていただいた時とそれから最後にえー、絞りが終わ,終わって最後にこのえー、なんて言うんですかあの 画面に映ってましたがガラス瓶のこの大きいやつに、その取るんですね、えー、なんだろう、品評会に出すお酒を、みんなでその一番いいお酒を出すのは、あの一斗瓶にこうお酒を、えー、取っていくわけですよね、えー、それを、えー、その飲ませていただいたんですけど、このな,んなんて言っていいのか、あの,あの言葉がないんですよね、言葉がないっていうのは。<laughs> えっとあのもうちょっとご病やいろいろ言葉知ってる方だと、えー、なんだ、このフルーティーなその口の中に広がるなんとかかんとかっていう、このキレイの言葉を思い出すんですけど、えー、その言葉がないので、えー、ただおいしいとしかあの放送の中では言えなかったんですけど、本当にただおいしいっていうだけです、匂、えー、いもすごいその透き通ってるっていうか、その。えー その確かに酒かすの中を通ってきて酒かすって言うとちょっとあのごあのいけないんですけどそのもろみの最後に残ったものが酒かすになるんでその中を通ってきてるんだけどよく言うあの酒かす臭くないっていう酒かす臭いお酒ってあるんですけどそういうにお味とか匂いが全然なくてそのお口の中に入れた時にそのパーッとこうその お米のの匂いいとかそういうもがが広がるんですね口の中にそのが雑味が全然ないっていうか透き通ったような本当に美味しいんですね、えー、すいません言葉がないっていうのはよくないんですけど言葉がないんです、えー、このなんしゃべってものをっただけでものを伝えるっていう時にただ美味しかっただけじゃいけないんですよねあのー、そう美味しかったんですよただ美味しかっただけなんですいいいけなな言葉がない <laughs> ただ美味しかったんですえっ、ー、とそのそれともう一つあそこの奥にテレビの録画はちょっとまだ直せる環境ではないのでここすいませんね本当はこう録画をあの流しながらあこここ,ここのとこですよあっちのとこですよって言えればいいんですけどあの最初にまたあの皆さん後であの見ていただければ分かるように袋で吊るして同じもろみを今度その奥にあった佐世式 っていうこの袋に入れて折りたたんで板状にしながら重ねてってこう絞るんですけど、あのー、同じもろみなんだけどこの絞りが違うと出てくるお酒の味がね全然違うんですね、えー、その袋で絞ったやつと佐し式から、あのー、こう出てきたや圧力をかけてちょっと出てきたやつが。 この圧力っていうかこうお酒自身お酒がこうこうどんどん,どん,どんこう上袋を重ねていくんであの袋の絞りっていうのはそのまま自分の自重だけでこうポタポタ重ねないんであの自分の袋の中に入ったお酒の自重だけでこう下へポたタポ,タポ,タポタ落ちてくるのと左せ式はこうこう畳んでこの袋板状にこう袋をしてその上にまたこう重ねていくんですね。だからその えー、重ねた重みがこう機械でかけなくても、えー、お酒がこう袋が重なった分だけその重みでこう出てくるんですね、えー、その,その,なん,その,そのなんていうんでしょう、えーそ,のえー、その味がね全然違うって言った方がいいんですかね味が全然違うんですね、えー、そのなんだあ絞りの,そのしし同じもろみで同じお米同じ酵母 同じ仕込んだ中で、その絞り方が違うだけでこんなに味が違うんだっていうのが、お酒のその深いところなんだよなっていうところですね。お酒が深い。今、テレビでマッサンやってると、同じ日に仕込んだあのウイスキーで同じに蒸留しても、その入れる樽が違うと味が違うっていうのと同じように、あの、その絞り方によって全然この、 同じもろみから出てくるんだけど日本酒の味が全然違うっていうすごいなっていう言葉しかまた出てこないそれ,それはいけないんだけど何がすごいかって言ったらまたあの宮島商店さんの宮島君たりのしゃべるとまたそれは全然科学的とかこう,こう、えー、この説明がつくんですけどあのすいません僕はあ,のあんまり言葉がないので、えー、ただすごいなと日本酒すごいぞこれはという。 日本酒すごいぞこれはということでえ今度その絞りをカメラを持ってえお次は岡崎行ってみるかというふうに思ってるんですけどえ岡崎君入れてくれるかなと,えっとお前は暑苦しいからだめだって言われるかもしれないですけどもえだけどあの靴掛けの蔵の中で寒かったんですよすごいあのしんしんと。 あのー、寒かったんですね寒いっていうのは中に暖房もないし何にもないし、えー、その外だと日がお日様出てくると日が当たって温度上がってくるんですけど暗のとのろはあの太陽も入らないし何も入らないしこうその寒さがこうずっとこう何て言うんだろう,こう溜まって寒さが溜まってるっていうかあの中でお酒を仕込むから仕込んで寝てるから1か月くらいこう寝てるから美味しいんだと思うんですよね。 もろみを飲ませてもらうとあのなんだろう発酵している炭酸が出ている炭酸ですかねに出てるあの,あのプチプチ感がすごいんですね口の中で広がるっていうよくあのサイダーを口の中に含めてえ飲まないであのほっぺたの中にこうずーっと入れてこくと痛くなるような感じの,あのプチプチ感あんな感じがするんですね、えー、すごいすごいですよ もうとにかくもうびっくりこいちゃったっていうところです。ですから今度皆さんもあの、えー、酒屋行って冷蔵庫の中にある生酒とか、その、これはまだ発酵してるから、あの、開けるときに注意してくださいねっていうようなお酒をちょっと買ってみていただくと、また、その、あ違うかなっていう感じがありますよね。最近あの、よく、えっ、ー、と、日本酒の方、若い女性の方が最近ハマってるっていうことで、 えー、日本酒をいい日本酒を炭酸でうあの割って飲むっていうんだろう、えー、日本酒版のハイボールが最近流行ってて、えー、とよくあのあの瓶の中で売ってますよねまだあの炭,酸炭酸感がするとか炭酸の味がするとかまだ発酵中とかって最近大手、えー、の酒造メーカーでも綺麗な瓶で、えー、出してますけども、まあ、あ,んなあそこまでしなくてもその、えー、上田のぜひこの、えー、普通のお酒で えー、ちょっと、あの、割っていただければな、というふうに、あの、炭酸で割っていただくと、また味が違うのかな、っていう感じがします。ぜひ、その、あのー、今度は、あの、皆さん、ぜひ、上田の方、上田の方もそう、それ以外の方も、この、えー、ぜひ、その日本酒、上田の日本酒をよ飲んでみた、いただきたいな、と思う。くつかけ、あの、塩尻の方から来ると、くつかけ酒造、和田流、岡崎、ちょっと離れて、新州名城の滝沢っていうね、 えおお酒酒結構美味しいいししですたくさんあの美味しいお酒今よその,あの地酒を求めなくても上田でこんなにおいしい地酒が飲めるっていうところですねそうそうせいとかって言ってちょっと最近上田の方言出てきていけないですよね最近あの鈴木京香がなんかのえと映画「お母さんの木」っていう映画を撮っててあれは上田を舞台にしてるのでえ上田の方言を鈴木京香がしゃべるという。 いうことですがそんな日本語の,あの上田の方言だったら僕にいつでも言ってくれればいつでもお酒飲みながら教えてあげるのに鈴木京子ならと思ってるんですけど <laughs> あすいませんちょっとあのお話がずれてますけどあのぜひ上田の日本酒をちょっとおいしく飲んでいただきたいなというふうに思っていますあのぜひぜひ上田の,その日本酒、えー、今言ったくつかさんだったら含む量と5ですかね岡崎さんだったら綺麗 えー、和田流だったら今は、えー、都水、それから信州名城さんだったら滝沢とか、信州名城さん、いろいろこう出してるんで、で一番有名な僕、僕、おいしいっていうのは、私のこの感覚なので、ごめんなさい、中には、まずあれはそんなにあんたが言うほどおいしくないっていう人がいたら、えー、それはこの味覚の感覚のあれなんで、あの勘弁してください。えー、とにかくあれはおいしい、あれはといって、あれ、あれって私、最近、 えー、年取ってきて頭のなんだ頭が空転するっていうんですかあれとかほらとかこれとかっていうのはその頭が空転してる時であで相手には全然通じて今のあれは、えー、何を指すかって言ったら、えー、上田で作っている地酒の日本酒を指しています、うん、あれはおいしいよ、うん、上田の日本酒はおいしいよです今日,今日のあれはね、えー、あれこれっていうふうになっちゃいますけども、えー、とにかく、えー、と上田の日本酒今 あの新しいお酒を仕込んで今新しいお酒の絞り出して絞りが出てこれから春先になって新しいその去年の、えー、暮れ暮れにできた、えー、日本酒が、えー、出てきますこれから新酒美味しい桜の時期にその上田の新酒を飲もうというところで、えー、ぜひ皆さんあの、えー、飲み屋飲み屋居酒屋それからあの料亭とかっていった時に。 あの、上田の、えー、靴掛くかけはある岡崎はある和田、和田流はある新州名城はあるっていうふうに、ちょっと、皆さんがお店屋さんに聞いていただくと、上田のお酒がどんどんこう出てくるかなっていう感じがしますんで、ぜひ皆さん、あの、いつも行きつけのお店行って、行ってくださいね。えー、最近、その、宮間錦、山田錦で作った、えぇ、ー、綺麗、 塗、えー、水それから含む量含む量の五、それから信、あのー、州名城の滝沢とにかくこうなんだろうおいしいですよね最近あの日本酒って結構ねなぜすあの、えー、棚束くつかけ酒造の,その絞り湯に行けるのって言ったら私一番最初に日本酒飲むとね頭いなかったんですねあの缶飲むとなぜを何を飲んでたかっていうと大手のメーカーが作ってるあのー えー、たくさん作って売ってるっていうよく一升800円とかっていうやつをおかんで飲んでたらあれね飲んでるうちに頭が痛くなるんですよねだから日本酒ってもう飲めば頭が痛くなるもんだその後具合が悪くなるもんだっていうふうにも決まってたんですねで、えー、あのくつかげさんのとこ行って、えー、当時に「どうせこんな杜難しいこと言ったって最後アルコールかなんか混ぜて出しちゃうんだろ」って言ったら、えー、怒られまして、えー、ぜひ一回その。 え船口から出る口っていうのは、その絞りの底が出るところをあの見てきなさいという、飲みに来なさいということで言われたのが、あ,のあそこで、あの靴掛けで作っている前の里っていうお酒ですよね、前の里っていうのは、塩田のお米でお米を作って、作って、えー、塩田で作ったお米で、えー、っと上田で仕込む、本当、地産地消の。 あのお酒です前の里は女性の方にあの特に受けて,てあてワ,ワインのようにあのフルーティーな香りがするんですねえだから割と飲みやすいお酒なんですけど、その絞りで飲んだ時にはなんだこの日本これは日本酒じゃないだろうと僕は思っちゃったんです、ね、であのその時に、えー、同じお米で酵母が違う酵母ていうのはあの、えー、麹を作るその仕込みよく酵母が違う。 信、えー、州南郷とか大南郷とかね、えー、そういうようなその公募の名前が付いてるんですけどその公募が違うお酒やそれから、えー、と仕込んで1年経ったお酒2年経ったお酒とこう飲ませていただいたら味が全然違うしこうえじゃあ今まで僕が、あのー、飲み屋行ってお歓喜きで。 えーといちごください、あのとっくりに入ったや熱い熱い熱かん飲んでたのはあれは一体何なんだろうという,ふうに思ってそれから日本酒にはまってきたんですけどいやすごいですね、今ね、えー、日本酒のブームもあるんですけどあの上田の酒屋さんたちが一生懸命その美味しいお酒を売って,売あの売ってるのが。 いいいいなという,ふうに思いますよ、ね、だから、残念なことにいいお酒ばっかり飲みつけてるからまずいお酒に当たらないというのがかわいそうで何がうまくて何がまずいかわからない若い人たちが出てきてるのがかわいそうだなとだから、たまにはこの宮島さんやこの酒屋さんにこれはまずいお酒ですよっていうのをちょっと売ってもらえるとあ何がおいしいのか何がまずいのかっていうのが分かっていいかなと。 ね、いつもこれが美味しいですよってこあの言うのはよくないかなとまずいお酒をたまにこれはまずいですよっていうこれはなぜまずいかって言ったらこれはあの機械であの1日か2日で作っちゃうお酒ですからねっていうよく何々感とかねえ何々なんとかっていう今日も新聞に出てましたけどねえー、っと何かあの S なんとかのどこどこでなんとかお米をやって50%までといで 当時がきちんと作ったお酒を今度出しましたこれは美味しいですよって新聞広告たくさんぶってましたけどもえどうなんでしょうかねっていう、えー、だからその、まあ、もちろんあのお酒っていうのはその飲む人によってお口に合う合わないそのあると思いますけどもたまにはまずいお酒を飲んでみるっていうのもあのまずいお酒って言ってるのはあの、えー、嫌な上司とか嫌な人とか飲んだ時にまずいお酒っていうことじゃないですよ。 あの雰囲気がまずいんじゃなくてね、お酒の味がまずいという。雰囲気が悪いのは、どんな良い,いお酒飲んでもまずいですからね、雰囲気がまずいときはね。お酒は楽しく飲みましょうということです。楽しい雰囲気の中で、これはちょっとまずいよ、これはうまいよっていうお酒を、 ちょっと比べて飲んでみると美味しいかなーっていう気がしますあの何がまずくて何が美味しいかなっていうこと分かんなくて美味しいお酒飲んでるとまずいもんに当たった時にあれこのお酒はこういう味するのかなっていうくらいで終わっちゃうのがあのちょっとよくないかなというふうに思いますんで一回そのまずいお酒っていうのはどういうお酒なんだろうっていうのを飲んでみてください。あの 僕たちはもうこの60くらいになってくるとあの昔はよくあの公会堂で、えー、っとせあの一升瓶ドボ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 ってその夜間に入れて火つけておいて。 えーとお,かんおかんつけて,ての沸かして、ちんちんに沸いちゃったやつに、暑、えー、いからちょっとまたお酒足して、一生瓶にお酒を足して、ぬるくして、またみんなで茶碗に入れて飲んでた、えー、それで残ったらまたその一生瓶に戻してなんていうあのやってて、また次にまたおかんつけてなんていうふうにやってて、あれはた確かに、あれを飲んでやつそれはね、誰だって具合悪くなることは分かるんですね、あのあの時はね、ゲロゲロやってたのはあの、ごめんなさいね、ご飯食べてる人でしたら、ごめんなさいね、ゲロゲロなんて言ってますけど、帰えるじゃないですか。 ゲロゲロっていう風にあにゲロゲロやって,やってるのはあれはきっとねお酒がねまずかったんじゃなくてねお酒の管理がまずくてお酒に当たっちゃってるんだと思うんです、えー、だからゲロゲロになったんですね頭が痛くなったりなんかするっていうのはそのせいだと思いますけどもまあ昔はよくあの、えー、お酒は何、えー、だろう飲めば強くなるって言ったけどあれは嘘です飲んでもね今死んじゃうからね無理に飲ませないでくださいねあ今日そうそうう高校 高校の,あの上田卒業式だったんですよね、全部ね。えー、そうすると、その卒業生、これからお酒飲んだりしますけども、あのー、なんかあの、まず自分の、あのー、肌かどっかにお酒をつけて、赤くなる人は飲まないようにしてくださいね。あの体勢がない人ですからね、そういう人飲んじゃうとあの、死んじゃいますからね。これから卒業して大学行って、大学のコンパとかっていう前に、あのー、学校行く前に、あの大学行って東京行く前に、まあ、 あのお酒が飲める体が体じゃないかっていうのはどっかお医者さん行ってきちんと確かめておいてくださいね死んじゃいますからね無理して飲むとあのうちの会社もそうですからね今あのお酒飲めない人半分いますからね飲んだら死んじゃうっていう今、まあ、殺すんだったら飲ましてもいいけど昔みたいにその何だろう、えー、飲んで吐けば吐くほど強くなるなんていうことはまずないですから。 今はお酒飲んだら死んじゃうっていう人もいますしじゃあ自分はお酒を飲んでも楽しくなれる人なのか死んじゃう人なのかっていうのをきちんとあのお医者さん行ってそのアルコールの体制をきちんとあの東京行く前に、あのー、やっといてください、えー、そうするとあの大学行って、えー、どっかの、ね、なんてっクラブに入ったとか。 えー、部活っていうコンパがあったとかあコンパなんて今,今の若い人たちは知らないんだろうねきっとね、えー、コンパがあったとかなんとかってあった時に、えー、先輩や、えー、先輩の女の子にちょっと誘われると飲んじゃってって言ってあのゲロゲロになるうちはいいですけど具合悪くなって救急車で運ばれちゃったなんて言ったら、えー、みんなも楽しくないし。 あの救急車で運ばれちゃった人間もそれからどうやって人間関係を作っていこうかなということが大変になっちゃうので私はあのえなんだろうえ体質的にお酒は飲めない人ですとってっていう人を最初に言っておくとえ楽かなといいう,うに思いますそのためにはまずお医者行ってえそんなにお金をられないと思うのでぜひぜひあの楽しくお酒を飲める人なのかお酒を飲んじゃいけない人なのかを最初にちゃんと分かっておいてくださいね。 えー、そうしないとあの大学行って楽し,たのあの楽しく、えー、お酒を飲まない楽しい方法とかっていろいろあると思うのでぜひぜひあの大,学大学の受験合格して、えー、これから上田を離れて一人暮らしをするっていう人は必ずお酒,をあのお酒が飲める体なのかそうじゃないのかを、えー、必ずあの味わっててください。えー、と靴かけの当時も下校なんだそうですね、えー お酒が飲めないんで、えー、とお酒は口の中で味わって出してるそうです、えーまあ、そういう飲み方でもあの体の中に吸収させなきゃいいということなので、えー、そういうお酒の楽しみ方味の味わい方もありますだけど全然アルコールを体の中に入れちゃいけないっていう人はいますので、えー、きちんとそれを今のうちに理解して分かっててくださいね、えー、お願いします、えー、お酒は正しく 正しく楽しく飲みましょうね。それから飲みたくないっていう人に無理やり勧めるのをやめましょうね。よく私も昔やりましたけど、お前、俺の酒が飲めないのかっていう、そういうことはもうあの大人の人はやめ,あのや,めやめましょうね。えー、あの飲めない飲めないものは飲めないのですよ、やっぱり。えー、昔はよくそうね、えー、お茶碗で飲んで宴会になると、えー、味噌汁のこの煮物の瀬戸物、あのーねえー、穴開いてる。 ところを指でやってその蓋にお酒をバーッとついでもらって「さあき俺の酒を飲め」とかって言われて、えー、ぐわーっと上げて「えー、おお」とかって言われながら喜んでまた飲んじゃったもんですけどまあ単純なバカだったなというふうに今思ってますけど、えー、ぜひぜひあのお酒を楽しく飲む,飲むには、えー、まずあのまず自分がお酒を飲める体質なのかそうじゃないのかを今。 えー、きちんと大学、えー、また就職する前に、えー、高校さ今,年卒あの今回卒業する方はあの味はあのきちんとあの確認しておいてくださいね、えー、あの社会出てもあのまず最初に歓迎会とか、ねえー、上司の方が勧、えー、めに来た時に「いや僕はちょっと」って言ってるよりはあの飲んで具合悪くなるよりは「あのあ最初にあのね 社会って面白いもんであのあの、進めといて具合悪くなると、君、飲めないんだったら最初に言ってくれよっていう話になっちゃうのでね、えー、そういうふうになって、あの割とあの皆さん冷たくなりますので、ぜ、え、ひ、ー、その前にお酒を、えー、飲める人はきちんとあの高校で就職する方、本当は18あの、20歳以下は飲んじゃいけないんですけどね、まあ、これです。 おりますのでえうちの会社は二十歳以下は絶対にお酒は飲ませないという、えー、ことですけどもあのぜひあの飲んで、えー、お酒は楽しく飲んでください飲め,あのあの飲めない人は無理に飲まないようにしてくださいね、えー、と今あのお酒の話はここに心当たりにしておいて、えー、と今、えー、と上田、えー、サムライフが、えー、その ずっと2月7日から先行で上映をされ、2月28日からは全国,全国で公開をされたということで、上田の東宝シネマ、2月7日以来、客足が増えずに、落ちずにということだし、観客動員を重ねているようです。月8日はこの原作者の長岡先生と 監督の方が来て3月8日にお礼と舞台挨拶をするということです時間の方はあれなのでまた東方シネマスの上田の東方シネマスのホームページから時間確認してまた予約をして券を買うようにしてくださいまたそれから3月6日の5時40分の回から回はみんなで一緒にサムライフを見ようというイベントも えー、組まれているようです。3月6日の、えー、今度の金曜日ですね。3月6日金曜日の5時40分の会はみんなで一緒にあの楽しもうサムライフというような、えー、集まりがあってみんなで一緒に映画を見るという、えー、集まりもあるようです。えー、あのぜひあの見てくださいね。えー、ここねあの、えー、一緒にいる、えー、ここでやってる、えー、なんだろうアホヤイン君が えー、本持ってたんですねこれあすげえな「う <laughs> つ脱脱線」えー、これこれね、えー「脱線」これびっくりしたことにね、えー、第2版なんですよあの映画の中で出てくる最初作ったその後また3,000作っちゃって、えーね、どうしようっていうとこですね、えー、この第2版が「 え大変上田のこの印刷屋さんが一緒に、えー、作られたということでえー、すごいですねえこ、ー、の著者紹介っていう中に高校教師を突然辞職し無職で結婚する奥さん大変だったんですねこの,この当時まだ30歳ショットバー バーハイドを自作自演で開業ライフサポートプレススコーラハイド代表心のな悩みを抱える人々のサポートにえ命をかけてハイドブックスを立ち上げ初著作脱線を発行2004年4月開校目標に自らの学校を設立ためにちょっとつ盲信ということで、えー、この本が2003年の 12月1日の第2版ですね、えー、よく持ってたね、あなたは偉いよと僕は言いたいけど、あのすごいですね、えーもううん、あのよくよくよく、えー、この本買って、よく持ってました。まあ、写真見ると、えー、すごいねって、タバコ鼻で2本くわえてる写真があったり、えー、すごいんですけど、まあ この、えー、本、ね、長岡先生も、おお、すごいなと、えーもう、最近、長岡先生と,会うことあの話すこと結構、えー、いっぱいあるんですけど、えー、と、わあ、すごいなと思いますね、僕もまだいまだに気づ,かせ気,あの気づかさせてもらうことなんかいっぱいありますので、ぜひ、あのー、 本を,あの本をもちろん、えー、本を買って頂、えー、い,いてまたあの映画も見てくださいね、えー、ぜひ,ぜひあのこれあのなかなかあすごいなとあのちょっとお話を、えー、こ,この,こ,のこれですね今、えーね「脱教師」。 第2弾が、えー、まだ映画「サムライフ」2月28日から全国公開されて3月8日上田東宝シネマズでその長岡先生と監督と森谷さん森谷監督が来て、えー、あのよくやってる映画の,その御礼のご挨拶をするということなので何時の会なのかは今ちょっと分かっておりませんので。 東方シネバズのホームページやまた東方シネバズの方にお問い合わせをいただければなというふうに思います3月8日だったかもちょっと定かでないので東方シネバズの方にお問い合わせをくださいまた3月6日の5時40分夕方の午後5時40分17時40分の会は えー、みんなで見ようサムライフということで、えー、一般の方が、えー、イベントを立ち上げて、その会をみんなで見ようということで、えー、やっているようです。ぜひ参加を、えー、して、またみんなで、えー、その場、同じ映画を見るっていうその場も大事ですからね。えー、ぜひ見てください。えー、すごいな。青 <laughs> 柳君よく買ってたねという。 いや僕も確かにこの本買ったけどどこへしまい込んだんだろうというところで <laughs> <laughs> なんか恥ずかしいようななんだろうあの、えー、長岡先生ごめんなさいというしかないんだけどどこ行っちゃったんだろうっていうまあとはいえあのうちの娘も長岡先生にあの上田ね西高の時に教わってた世代なのでうんご先生ごめんなさいとしか僕も言いようがないんですけどもまあすいません、えー、ぜひ えー、この「サムライフ」ちょっとあのみんなで見てください私も、えー、見ましたけどいい映画です何回、えー、か,か泣くんだよなこれがななんで泣くのかなっていうそのあれなんですけどもうあのなんだろう子供がね子役がすごい上手なんだって言っちゃう映画あの見てるのすごいんだけどあの子供のその中学生の子供も上手小学生の子供もはね上手で。 あのな,な,なんで涙が出てくるんだろうっていう理由がないんだけどあのそう見てください映画、えー、そんなそんなそんな今日はお酒の話いや今日お酒の話もう一度言いますね、えー、今日上田の高校染谷いろいろな高校が、えー、と上田一斉に今日卒業式がありました、えー、これからあの社会人になっていく方また大学へ出ていく方 またはたまたその大学ね夢を,夢をちょっと小休止であのもう一度予備校で勉強する方いろいろいますけどもぜひ社会人になる方またあの大学へ出ていく方 自分がお酒を飲める体質なのかそうじゃないのかはお医者さん行って確認していただければなというふうに思います今、高校あたりでは学校でやってるんですかねお酒飲めるか飲めないかということを、ね、もしあの知ってればいいんですけど知らない僕はどっちだろうお酒飲めるのかなっていうよくあのお父さん飲め,飲めるとかお母さん飲めないとかって,ってあの両,方両方飲めるから僕も大丈夫だなんて言ってるけど。あのー 飲めない体質の方はいますので、えー、ぜひぜひあの1回検査に行って、そう安心して楽しいその生活を送ってください、お酒飲めないっていうふうに先に、体質的に僕、無理なんですよって言ってると、あの1、2回言ってると、もう誰も進めなくなるんで、わ、え、り、ー、と,と気が楽です、えー、ぜひ最初に行ってください。 えー、さっき言ったようにね、えー、具合悪くなるとだったら最初にそう言えよって言われて割とそれがみんな冷たくなりますので、えー、ぜひ最初にちょっとそのことを知っておいてくださいね、えー、知らなかったらあのお医者さん行ってあのあの聞いてくださいあの、ね、よくあの血液また親子の遺伝してきますけどもあのお酒のそのなんだろうあの分解する酵素っていうのは日本人はいあの欧米人に比べると1個足りないんだそうです またその中で1つくらい足りない人が結構いるのとそれから前はそういう人がいるっていうことが知らなかったのでそのお酒飲んで具合悪くなるっていうところですよねで昔は日本酒とビールくらいだったので、まあ、死ぬまで飲むっていうことはなかったんですけど今あの甘ったらくてあのウォッカみたいに訳に分かんなく強いお酒ありますのでオレンジの中に何か入れられてあの強いお酒で死んじゃうっていうことありますので。 ぜひぜひ一回体あの、注意をあのしてください、えー、そんな,そんな、えー、お酒の今日はお話でした、えー、またあの、こ、えー、今年第2弾だったんですね、えー、出かけていく、なんでも、なんでも生放送、なんでも生放送、八、え、日、ー、堂が1回目でした、八日堂の1回目でしたね、八、え、日、ー、堂の第の大,大十分弾のあそこ行って、えー、とおでんおいしかったですね。 えー、それからあの、なんだ、あの唐辛子売りの、ああ、そうか、あれ作あの、作るんじゃなくて、基本的なものを最初に作っておいて、えー、それからあの注文聞いて、柚子の香りがすごいやつとか、大柄の人とかっていう風に、基本的なところに混ぜていくっていうことも、あれ、初めてあの知りました。 えー、勝負大、えー、お礼が遅くなりましたけど、第10分団の皆さんあの、また来年も行きますので、えー、今年よりもおいしいおでんを食べさせてください。えー、またあの、えー、ね今年はちょっとあの出が遅かったんですかね、えー、あの洋華堂、もう今今頃洋百堂の話して、2か月前にお前、今まで何やってたんだっていう話になりますけども、えー、今までちゃんと生きておりました。 えー、たまたまちょっと放送をね、えー、ちょっと喋って、えー、休んでたり、えー、ち,ょちょっとあのちょっと喋ってどっか行っちゃったりっちょっと喋って電話に出てたりっていうわけわかんないことをしておりましたので、えー、これからはちょっときちんきちんと、えー、やるようにいたします、えー、第三弾は今どこ行こうかということで、えー、っと考えておりますぜひ、えー、呼んでいただければ行きますので。 えー、今年はかけ湯へ行ったり、上田市も合併して広くなりましたので、須磨台から美しい原まで、えー、ね、えー、あのボストンバックに放送局を詰めて、えー、飛んで歩こうかなというふうに思っています。えー、あのこの間の停電の時はあの放送できなかったんですね。バッテリーもない、えー、ね、バッテリーもないし、えー、上田ケーブル 動いてたのかなっていう感じだけど、テレビ止まっちゃってるから誰も確認できないしっていう、えーまあ、LTE はあのなんとなく動いてたので、えー、機械のバッテリーさえなんとか、えー、UPS つければ、えー、なんとかなるのかなとは思っていますけど、えー、パソコン動かす電源ってだいぶかかるよなというふうに思っています。えー、ぜひ、えー、きちんとこれから えー、放送していきたいなというふうに思っています、えー、今日は、えー、この間の、えー、と3月1日に、えー、朝突然放送していた、く、え、つ、ー、け酒造、あれあの、ね、放送うまくいかなかったので、最初ね、あの入ってたんですよ、今日はどこにいますとか、えー、ちゃんとしゃべりながら入ってったんですけど、えーと、私が機械不慣れなため、えー、そのなんだろう、えーほあの、電波が出てなかったんですね。 で途中からいきなり電波出るようになっちゃったので、えー、ともうその時はあの絞りの佳境に入ってるところがいきなり入ったので「えー、今日はどこどこにいます」という、ねえー「今日はくつかけ酒造にお邪魔してます」「今日は、えー、大吟醸の絞りでこれから袋を袋に入れたつるしっていうつるしの,あの絞りの技法が見れます」っていうような奥には佐せ式っていう圧力をかけて絞る、えー、機械もありますよっていうことを話してたところが、えー、全部あの。 飛んでしまっていきなり袋にドバドバ入れて吊るしてるっていう紐で縛って吊るしてるという、えー、わけわかんないところからいきなり放送が始まっておりましたけどもあの寒いっていう雰囲気は伝わってきたのかなというふうに思いますぜひ、えー、また皆さんあのあお酒ってこういうふうにやって作ってるんだ絞ってるんだっていうのを、ね、あの絞ってるっていうとあの雑巾絞るような感覚でこの,あ,のあれですけどもお酒の絞りはあの雑巾の絞りじゃなくて。 え袋に入れて上から圧力をかけたり横から圧力をかけたりまた袋に入れてああやって吊るして絞ったりっていう、えー、そういう絞りの中でお酒はあのできてくるようです、えー、最初、えー、っとあの白いような濁ったようなお酒が、えー、だんだん時間を経つにしたがって透き通ったお酒になっていくっていうかなりおいしいお酒でしたで今年はあのどこの蔵も、えー、この 冬のこの気候とかそれからいろいろあって、えー、公募がすごいよくできて、えー、今年のお酒はいいというような登場を話してましたので、えー、ぜひ今この2月、えー、3月に絞っているお酒が、えー、これから5月6月、えー、この時期に出てきますので、えー、ぜひ楽しみだなというふうに思っています、えー、じゃあ今日は、えー、そんなお酒の話と。 えー、今「サムライフ」是非まだあの見てない方は見に行ってください、えー、楽しいあの楽しいというか、えー、考えさせられる映画です、えー、考えさせられる映画っていうのはいろいろと考えさせるあの映画ですあのあ上田でこういう物語もあったんだなっていうことも確かに大事ですけどもあの子どもさんたちそ,そういうあのいろいろな環境にいる子どもさんたちやまたあの子どもたち そういうい、まあ、子どもさんを抱えているお母さんたちの悩みとか、えー、そういうものがあの僕たち分からないんですけども、えー、今あの、かなり不登校の子どもさんたちの問題って大きな問題になっていますので、えー、ニートの方の問題とかかなり大きくなっていますので、ぜひ、えー、皆さんの関心を、こ映画を通して関心を持っていただければなというふうに思います。えー、今日は久しぶりに、えーあの 鈴木さんは死んだのかい?」くらいの話があったようですけども、えー、青柳君が喋ってたようですけど鈴木はもう死んだんだあいつは死んだんだっていうまだ生きておりますので、えー、ちょっとね最近髪の毛が伸びてきてそのこれテンパーなので、えー、っと前の方がねあのなんだろうこういうふうに必ずなっちゃうんですよね、えー、こういうふうにしゃれてやってるわけではないので朝寝て起きるとこんなふうになってるというところです。 えー、そんなところで今日の放送は終わりにしたいと思いますそれじゃあまた皆さん来週よろしくお願いします